家庭の中においてナッの攻防戦の傷跡も生々しい東京大学安田講堂前、今日も集会が開かれています。入れてもすぐ壊される窓ガラス。6月28日、文学部に続いてやっと法学部と経済学部の卒業者名が発表されました。さすがに嬉しさは隠せません。しかし東大闘争に決着をつけるため、わざわざ卒業を拒否した学生も多いのです。闘争の中で卒業していくことの意味をかみしめたいという卒業生代表。それでも経済学部だけは謝恩パーティーが開かれましたが、留年組の空席が目立ちます。教師と学生という絆を失って久しいこの卒業生たちに、最初で最後の豪華な宴となりました。翌30日、恒例の卒業式もないまま、法系文産学部の卒業生に卒業証書が手渡されました。学長の告示もない卒業の日、記念写真も背景は荒れ果てた安田講堂。後輩の別れの言葉を背に大学を去っていきます。3200人の4年生のうち1000人近くが留年。団結を呼びかける立て感が不気味です。こうして7月1日、やっと経済法学両学部の新学期が始まったのです。薄汚れた東大の朝、1年生のいない寂しい新学期です。荒れるに任せた校舎の奥では細々と授業が行われていました。目下東大では文学部を除く旧学部で授業が行われています。今全国に向けて追い出戦われている全ての戦いというものを、午前10時校内は一段と賑やかになります。その方向性というものは与えられようとしています。全ての東大の学生、院生、職員の皆さん、昨年の全国の学園民主化闘争、紛争が始まって1年4ヶ月、その焦点として表面の平穏さの裏に倦怠と無気力が色濃く沈んでいます。大学管理改定法案を本体にあたって、東大がいかに語りの金が、それでも大学立法粉砕に激しい闘志を見せる学生たち。その頃、まるで砦のような国会では大学立法の本格的な審議が行われていました。教育管理の強化で紛争解決を目論む政府に81の大学が反対し、新たに紛争校の仲間入り。大学立法は紛争の火に油を注ぐ結果となり、東大でも新たな闘争にエスカレート。そして大学は今日も